ゲーベイダー、はい、ベイダーちゃん、ガバッと開けて、ガバッと開けてください。ちょっとスープ開けてください。はい、蓋開けてください。はい、ベイダー、はい、ベイダーちゃん、おはよう。はい、大衆91ぐらい、めっちゃ減ってる。4月の23とベーダー、あれ D は？よし、これよくミックスしてください。よく振って、それで光線照射の電源入れてさ、60の1にしてください。いや、裏裏、こっち持ってきて、全体的に。メインスイッチはここにあるからさ、で、ここで60の1よく振ったらさ、蓋開けといて。はい、はい、点眼します。あっと、危ない。難しいな、点眼するの。 1.5? はい、はい、薬飲みます。上手に飲むかな。もし、蓋してください。はい、はい、これが B ね。はい、オッケー。はい、91ね。はい、じゃあ次、光線照射当ててください。はい、もしハンドリングできるんだったらハンドリングしてさ、はい、1個外してさ、はい、全体開けながら、このこことここと、はい、あと体全体、はい、2秒ぐらいで出して。ここにカメラがあるからね、そこに映るように持ってやってください。あれ、この子ってさ、温度計入っとったっけ？もう1分。はい、うんちの、誰が掃除した、この子。うんち40です。41個。おしっこもしてました。あと、うん、で、うん、ちょっと給仕して。え、あ、じゃあ給仕、もう2分終わったよね。押し止めて、うん、ちっちゃい子はやり方が分かる。はい、で、向こうやっていいよ。はい、はい、じゃあ、まあいいや、手島君でいいや。はい、これ給仕して、こうやって、はい、この子さ、心臓悪いから呼吸見ながらね。はい、んでちょっとだけ口、はい、な、ちょっとだけ入れて、で、少しずつ少しずつ。これどのだけ入ったんだっけ。 1.8 今入れちゃいました。 1.8、はい、口に入れば飲むから、はい、映るようにして、で、タイマーしてこう1分だけね、とりあえず。はい、1分座ってやってもいいよ。あ、一般状態変えてくれる？
シャイってさ、散歩行った？はい。歩く？2歩ぐらいしか歩けません。あ、それでも2歩歩いた？昨日までは全然歩いてないからさ、はい、1歩、よろ、うん、じゃあ、すごい進歩じゃん。はい、じゃあ一回休憩して、で光線照射当ててください。よっしゃ、じゃあここに入れて、うん、一回止めてください。持ち方を教え、こうやって持って、ネットごと、ちょっとどかしていい、ネットごとこうやって押さえて、この子の代わりでネットごとね。はい、はい、輸液します。はい、あー、ダメ持ち方が。そこで、ちょっと待って、ネットで、この子の体をネットで押さえる。で、体のギリのところに指を置いとかないと、はい、スペースができると動いちゃうでしょ、さっきみたいに。足緩めて、噛まれないでね。さあ、給仕がもう入ってないんだけど、どんだけ入ったの。はい、もしごめんね、まだ 0.2 ぐらいしか入ってないじゃん。構えた？じゃあ手洗って、クロールヘキシジン一番奥のスプレーで消毒して、ちょっと誰だっけ、津山さん、ちょっと見とってやり方を教えるから。はい、はい、だからとりあえず口の中に、よいしょ、入れて、もぐもぐするから、ちょっとずつ出さんかったら、ちょっとずつ、うん、寺島くんも見とってね、やり方。はい、で、また2時間経ったらやるからね、給仕。わかりました。だから給仕する前に体重測って、給仕終わったら体重また測る。はい、はい、全然この子出さんじゃん。せいちゃん、昨日と同じでいいですか、レオ。何が？ 40g ご飯。いや、1日用がちょっと肉ざたき、あの子。ちょっと枯れてみないで分かんない。よし、はい、ごめんね。はい、じゃあこの子をハウスしてください。ケースが来た、うん、はい、